こんにちは、石崎です。本日は開幕前の自分の順位予想を振り返っていきたいと思います。レギュラーシーズンも最終盤、この動画を撮影している頃にはまだ完全に全ての試合が終わったというわけではありませんが、順位に関しては決定しました。今年はパで1位6位ともに独走チームの存在がいましたが、背は順位でかなり拮抗、最終盤までわからないところがありましたが、8月後半くらいからはかなり背でも順位が分かれてきたところはあったかなと思います。その中で今回、今年の私の開幕前の順位予想をシーズン終わった今振り返り見ていきたいなと思います。まずセリーグからズバリ順位予想と実際の順位がこちらでした。はい、個人的に予想していたのは阪神と巨人の1位争い、そして広島と DeNA の3位争い、そしてヤクルトと中日の5位6位争い。正直この観点だけ見ればほぼ合ってました。ただ最終的な順位で合っていたのは5位ヤクルトと6位中日ぐらいでした。予想段階では巨人は野手である程度計算も、投手では23年より上で期待、投打のバランス的には阪神優位と想定、また広島は投手の力こそある程度期待していましたが打撃で課題、一方で DeNA は投手の戦力ダウンが大きく、野手でもオースティンの近年の稼働的に今年フル帯同は難しいと想定していて、大きなプラスを出すことは厳しいと思っていました。ただ投手で武器としているところで広島を上で考えていました。ただ実際は阪神がなかなか打撃で上がってこず、投手でも少し先発で計算外があったり、救援でももちろん強みではありましたが、勝ちパターンで一時期苦しんだ時期もありました。一方巨人では想定以上の投手の内容だった反面、打撃は想定以上に苦戦。それでも中盤以降は途中獲得の助っ人含め整備してみせ、打撃的にはかなり改善されてきた印象がありました。先発で菅野選手の復活、さらに救援でも多くの選択肢が出てきたことに加え、大勢選手が後半に稼働できたところもあり、先発救援ともに奮闘し打撃陣でもついてきて、最終的には優勝というところまで持っていくことができました。そして当初首位で最後まで優勝争いと思われていた広島は最終盤に失速。開幕当初から打撃陣が厳しいことはある程度想定していた通りでしたが、投手でもなかなか先発で新たな戦力を出すことができなかったり、救援的にはプラスもありましたが負担は大きく、中盤終盤ともに接戦が増えていったこと、そして先発が失速してきたところで救援がカバーしきるところまではいけず、最終盤にはチーム全体で失速 A クラスすら逃してしまいました。一方 DeNA は当初からオースティンが稼働、さらにルーキーや梶原選手、海老名選手らの躍動、さらに森選手も打撃で躍動を見せてきたり、野手のレベルは1軍2軍ともに相当上がってきた印象があります。一方で投手の助っ人の躍動はありましたが、新しい選手の躍動とはならず、先発は課題であり続け、本来主力期待の投手たちも苦しんでしまいました。さらにリリーフでも既存の投手が離脱、不振選手もいて、中堅中心にアピールできた選手たちや助っ人の存在はいましたが、勝ちパターンを想定して接戦を多く取る、そんな勝ち方はなかなかできず、守備でも苦しみ、順位争いの中で勝ち切ることができず、一方で投手の不安のあるヤクルト、そして戦力的には今までより期待はあった中日、しかしヤクルトは当初打撃で苦しみ、中盤以降は投手で苦戦、離脱も目立っていて、中日は打撃陣想定以上の選手たちはいましたが、先発が厳しいところに変わりがなく、救援の武器こそあれど投手陣全体を強みにすることはできませんでした。まあ、ただここに関しては2年連続で拮抗して最終戦の近辺までもつれていましたし、早々に B クラスも決まっていたので、お互い若い選手や2軍選手の見極め的な起用もあったかなと思います。その中での順位というところもあるので一概には言えませんが、ヤクルトが最終盤に上位チーム相手に勝利となったりしてきたことで、中日ドラゴンズは3年連続で最下位、そもそも2年連続最下位という時点で球団史上初の屈辱的な記録ではあったのですが、3年連続となってしまい、史上3人目2001年以来の記録になってしまいました。自分の予想的に大枠的にはある程度想定していた通りではありましたが、マイナスな意味では阪神、巨人、ヤクルトの打撃力、さらにヤクルト、DeNA の救援力、阪神の守備力、そして中日の先発というところ、まあ、かなりこの部分に関しては上に見ていたと感じるところで、想像より結果としては下回りました。一方プラスな意味では巨人の投手力全般、さらに中日、DeNA の打撃力というところは想定より上で自分の予想を上回っていた形になりました。そしてパリーグの順位予想と実際の順位がこちらです。
はい、残念ながら合っていたのは1位のみでした。今年はソフトバンクとオリックスの優勝争い、ロッテ日ハムの3位争い、西武楽天の5位争いと思っていたところでした。しかし実際は西武が6位独走、ソフトバンクが1位独走、そしてオリックスが3連覇からまさかの低迷で5位、2位から4位が争いというところでした。実際ある程度日本ハムが上に行くかなというところは想定していましたが、オリックスがまさかの低迷、そして楽天もある程度再建的なムーブというか若手優先起用でチームのコア的な選手を出していく、そんなシーズンだと思っていましたが、再建というよりは今年勝ちに行くという方針だったように見えました。まあ、実際2位から4位というところはかなり最後までもつれていた部分がありましたが、ロッテも中盤には大型連勝があったり良いところこそありました。ただいまいち上がりきらず、なかなかコア的な選手を出すことができなかったり、先発の頭数に不安があったり、守備的なところでもミスが目立ったりと想定外な部分はあったかなと思います。一方日本ハムは歴史的でもある大型補強、2年連続の FA 補強に加え、助っ人も7人が1億超えという本気の体制のように見えました。そして始まってみれば若手の成長、さらに現役ドラフト獲得の水谷選手の躍動、打撃的にも勢いがあった上で先発的な選手も増えてきた部分がありました。ただ中盤には救援の負担、さらに先発的な投手でも失速があったり、助っ人でも苦戦がありました。ただ後半にかけて新助っ人レイエスの躍動、さらにバーヘイゲンも戦力になってきたところがあったり、戦力的にはかなり厚くて清宮選手の覚醒なども非常に大きかったように見えます。また楽天も再建的なムーブではなく中堅的な選手の起用で上位を目指していた方針に見えましたが、その割にはベテラン的にアピールできていた選手がなかなか起用されなかったり、若手的な選手で2軍でアピールできていた選手も起用がなかったりと、かなり批判も相次ぐ内容でもありました。そしてオリックスはまさかの投手野手ともに不振選手、さらに離脱選手も続出、その中で山本選手という絶対的な柱など戦力的なダウンもありながら、新戦力中心に投手は整備できていました。ただ打撃陣が最後まで上げ切ることができず、シーズン2桁得点0、西武がいたので頻打で話題になることは少なかったですが、かなり打撃ではマイナス、23年はリーグでもトップクラスで OPS 7割以上の選手を多数用意できていたチームながら一気にマイナスになってしまいました。そして西武は言うまでもなく打撃で致命的な課題、対談助っ人分を補うことすら難しく、ある程度武器にしたかった先発でも怪我、新選手の存在、新戦力的に大きな存在はいながら、リリーフで助っ人も戦力にしきれず、2024年の投手陣を大きな強みとすることはできませんでした。まあ、救援も課題と想定していましたが、離脱含めてここまでのマイナスとは思っておらず、投手を武器にすることができなかったのが最下位を独走してしまった要因の一つでもあるかなと思います。まあ、打撃陣に関しては、まあ、ある程度こんなものかなと思っていたので何とも言えないところです。そして球団史上最多敗戦、 NPB 史上初、延長挟まない15連敗、開幕から25試合で7回のサヨナラ負け、球団史上初の統一カード3連続サヨナラ負け、4ヶ月連続の8連敗、5ヶ月連続の7連敗、NPB 史上初、開幕から同一カード16連敗、球団史上最多敗、もう数々の記録を作ってしまう、歴史的にワーストを更新し続けるシーズンとなってしまいました。一方、ソフトバンクは独走、山川選手、ウォーカーを加えた打線で、ウォーカーが早々に苦戦も、山川選手はブランクを感じさせない打撃力、柳田選手でさえ離脱もありましたが、チーム全体で高い攻撃力、守備力、走塁力、ハイレベルな野手層に加え、大きな課題でもあった先発投手でも配置転換中心に整備、さらに成長等もあり、先発も武器にしてみせました。救援はむしろ想定より苦しんでいた部分はありましたが、リーグ全体で見ると決してマイナスではなく独走優勝、オリックスの覇権を止めることができ、リーグ優勝を果たしました。まあ、想定と違った点としてプラスとしては、ソフトバンクの先発、楽天の救援、日本ハムの打撃と戦力層、マイナスでは西武の先発、オリックスの打と戦力層、楽天の打撃というところです。まあ、今シーズン大型補強を行ったというところもありますが、若手の躍動だったり新戦力のコア化等もあり、かなり日本ハムの打撃陣、選択肢は増えてきましたし、先発で躍動を見せる若手選手や救援の実績選手含め、かなり層が厚くなってきました。また楽天の投手課題の中で先発はまだまだ課題ですが、リリーフに関しては少しずつ勝ちパターン的なところが整備できてきた部分もありました。そして一番多いのはソフトバンクの先発でしょう。大津選手、モイネロだけではなく、スチュワートの成長は大きいですし、少しローテーションが苦しい時に石川選手らも支えてくれましたし、若手選手も経験することができました。大津選手らも苦しい時にローテーションを一度外すということもできていますし、まあ、これからポストシーズン始まる時にローテーション争いというところもさらに厳しくなってきている部分があるので、戦力層競争はより激しくなってきているかなと思います。
一方で楽天は打撃的には苦しんだ部分もありましたし、オリックスは何より打撃的に圧倒的に苦戦、投手も主力的な選手やサブ的な選手含め離脱多数、それでも新戦力中心に整備できたのは戦力層的に良かったと思いますが、打撃に関しては明らかなマイナス。西武も先発は用意できましたが離脱含めかなり苦しく、もともと救援課題、打撃の致命的課題は想定していたので先発でカバーというところは期待していましたが、大きな強みとすることはできなかったかなと思います。全体としてはこんなところ。去年は12分の3、そして今年も12分の3くらいしか当たりませんでした。ある程度順位争いはこうかなというところはあっていましたが、肝心の順位はほとんど当てられませんでしたし、オリックスの順位が全く予想とは異なる形になってしまいました。正直当てるために出してるわけではないですし、当てられるわけもありませんが、やはり多少は近づけたいところはあったなというふうに思います。もちろん終盤の広島の失速具合は想像以上ではありましたが、ある程度苦しいシーズンになるとは想定していたので、前半の内容が想像以上ではあったかなと思います。もちろん戦力的にソフトバンクがかなり欠していると想定していたので、優勝争いで想定していましたが、ここまでの独走は想定外でもありましたし、何より西武も厳しい戦いと思っていましたが、ここまで歴史的なところは想像できませんでした。2024年シーズンほとんどが終了、これからポストシーズンも始まりますが、日本一チームはどこになるのでしょうか。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。